はい、おはようございます。今日は5月6日金曜日ですね。4時30分なんですけども、相場解説をちょっと振り返ってみようかと思います。ずっとねトライアングルのことをお話ししていまして、その後横ばいに入りました。横ばいに入るということはブレイクが来るんだよってことで、ブレイクをして、そこに昨日ね深夜3時に気づいて1時間でこれだけの幅を取って、その後テクニカルに戻るということでね、テクニカルの方向に、要するにバイの方向に戻っていくんだよってことを話したところで終わっていたと思います。でこれ大きく見るとね、ここが天井になって、ここがきっかけ、要するに上昇がキューッと伸びたところのスタートラインになってますんで、ここで線を引くことができるんですよね。じゃあここで線引いてみましょうか。そうするとここに符号しますね。であとここは符号してるところはありませんけども、こういうふうに引くと大きなここでレンジを作ることができるということが、この図から導き出せるといいんですけどもね。皆さんの補助線はどうだったですかね。でそうなってくると、このレンジで測れるのが、ここに来たらバイ、ここに来たらセルっていうね、いつものレンジの作戦です。そうなったら大きくファンダメンタルで下がったんですけども、そこから上昇に向かうっていうのは二重三重の意味で担保されてきたわけなんですが、まさにそういう風になったわけですよね。はい。そしてこちらのレンジのところも、おそらくこれから足がかりとなって、ここを突き破るんではなくって、上昇方面に向かっていくんではなかろうかっていう風な今後の展開も見えてくるわけです。その時にレンジ戦略を取るなら、このぐらいの幅のところにね、入ってきたらセルっていう方向も一つなんですよ。あれ、セルの方向っていうのも一つなんですよ。でも私は他の時間軸がずっとねバイの方向に向かっているのを考えると、突き抜けて上の方に行くんではないかなと。つまり131円、135円。そっちの方向に、円安の方向に大きく振れると今後展開を予測します。重ねて申し上げますけども、今年中に135円を見ることができるというふうに、これは大きな根拠は今のところありませんけども、まあ月足などを見ると、そういうふうに振れていくってことをぼんやりと考えているところですよね。その背景をもってして、1時間を見ているってことなんですよ。はい。ということで、解説でスッキリしたんじゃないでしょうか。こういう風な部分が見えていると、前回までの相場解説、今週の相場解説がはっきりと見えやすくなると思いますんでね。また1週間一気にまとめで、ご確認いただければと思います。では本日は以上でございます。じゃあね、今後はレンジのもと跳ね返って下に行くのか、それともさらに突き破って131円をクリアするのか見ていきましょう。